ルノー R29 は、ルノー F1 が2009年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターは、ボブベル。2009年の開幕戦から、実戦投入された。R29 は2009年から導入される、真空力規定、カーズの搭載などを念頭に開発された。モノコックに課される、クラッシュテストに一度不合格になったが、 当初の予定通り1月19日にポルトガルのアルガルベで披露された。新たなスポンサーとしてフランスのオイルメーカーであるトタルを迎えた。トタルのロゴは前後ウィング翼端板とフロントノーズに描かれた。カラーリングも2008年までは紺色が随所にあったが R29 はオレンジ、黄、赤を基調としたカラーリングとなった。従来のエルフロゴもエンジンカバー後方部分の エギゾーストパイプ付近に描かれている。3月にカタロニアサーキットでフェルナンド・アロンソがテスト走行する R29。ノーズ部分が変更を受けている。フロントノーズは R28 より持ち上げられ、先端に行くほど太くなった形状でウィングステーから後方に向かってフロントサスペンション手前まで垂直フィンが下ろされていた。バージボードが制限されたため、 代わりとして整流フィンの役割を担っていた。テストが進むにつれて、新型パーツが搭載されるようになったが、垂直フィンがモノコックのノーズ付け根まで延長された。また、フロントウィングの形状もメインエレメントが翼端部分が下がったものに変更され、翼端板の形状も後方が広がる形に変更された。サイドポンツーンは一部分が完全に絞り込まれずに、 後方まで続いている。これはリアカウル内の排熱を促進するとともに2008年まで使用されてきた数々の空力パーツの役割の代役として少しでもアドバンテージを得るようにデザインされている。スペイン GEP から実戦投入されたシャークフィンは R29 でも継続された。また情報廃棄口が R26 までと告示した形状に戻された。カーズは、徳永直樹が総責任者となり、マニエッティ・マレリと共同開発したもので、エンジンの前方に、バッテリーと共に搭載されている。しかし、開幕戦オーストラリア GP と、第2戦マレーシア GP に搭載して以降、カーズは、マシンから取り外された。終盤戦に入り、第13戦イタリア GP では、 特にカーズの使用が有利となる高速サーキットのモンツァサーキットでカーズが再投入された。開幕時に騒動となったマルチディフューザーについてフラビオブリアトーレは使用チームを公然と非難していた。しかし FIA 国際高訴審が合法と承認した直後の中国 GP から早速暫定型を投入し以後も改良を続けた。シンガポール GP で フェルナンド・アロンソがドライブする R29。ING 撤退により、スポンサーロゴが変更された。ドライバーは前年と変わらずフェルナンド・アロンソと、ネルソン・ピケ・ジュニア。開幕後は同じくカーズを搭載する、マクラーレン、フェラーリ、BMW ・ザウバーと共に成績が低迷。アロンソは過労時て入賞権に届くものの、ピケは予選から制裁を隠くレースが続き、 第11戦ヨーロッパ GP から、ロマングロージャンに交代させられた。ピケは解雇後、前年のシンガポール GP で、アロンソを勝たせるため恋にクラッシュしたことを暴露し、チームは激震に見舞われた。第14戦シンガポール GP 前に発表された、クラッシュゲートに対する判決の結果、タイトルスポンサーであった ING とアロンソの、個人スポンサーでもあるムチュアマドリレーニャガルノへの、 スポンサードからの即時撤退を発表した。そのため、マシンや、モーターホームなどからロゴが消され、ING ロゴに代わり、リノが掲載された。そのレースでアロンソは、シーズン唯一の3位表彰台を獲得した。最終戦アブダビ GP 予選終了後、今季初の9位脱落を喫したアロンソが、ワーストマシンというほどで気が悪かった。しかし、これはルノーが、 シーズン途中で R29 に見切りをつけ、開発を R30 に移行したところのよることも大きい。2月にヘレスサーキットでネルソン・ピケ・ジュニアがテスト走行する R29。ありがとうございます。